はい、どうもトラキチです。今回はですね、現在2020年7月3日の15時16分なんですけども、メニューでお知らせの方をちょっと見てもらえれば分かると思うんですけども、選手追加ありまして、S ランクはファーストですね。で A ランクが中継ぎと野手が、追加されました。はい、このアカウントね、阪神純正だけでやってるんですけども、阪神は、はい、ボーア選手ですね。はい、ボーア選手が来ましたね。はい、で A ランクですけども、 A ランクは中継ぎで、エドワーズ選手ですね。エドワーズ選手はね、もう S ランク実装されてますんでね、すでにね、やっと来たかなという感じです。はい、で野手の方ですけども、野手は高山選手ですね、阪神。はい、こういう感じです。はい、ですね、で、イベントなんですけども、イベントの切り替えでポロスビタワー6日間のイベントで来てます。はい、まあ1回だけちょっとやってるんですけども、でこの報酬の方で、覚醒選手、阪神は望月選手ですね。はい、望月選手、はい、S ランクで見ます。はい、適正が先発です。球威73、制球53、スタミナ65ということでね、こういう感じですね。はい、先発と中継ぎに適正 S がありますんで、まあ、非常に使い勝手いいかなと思いますんでね、きっちり取ってね、ちょっとリーグオーダーの方に入れれればなと思ってます。はい、こういう感じですね。はい、今回はですね、ちょっとまあ、選手追加でファーストが来ましたんで、ボーア選手ですね、ちょっとミキサーをしようかなと思います。で A ランクでもエドワーズ選手も来ましたんで、A ランク自チームミキサーを、まあそうですね、3回とりあえずやろうかなと思います。とりあえずは、はい、結構 A ランクはいっぱいありますんで、他球団のね、阪神以外の選手 A ランクもいっぱい溜まってますんで、とりあえず3回やってみて、やってみます。で S ランク自チームミキサーは1回、この5人で、この5名でやりたいなと思ってます。はい、それではですね、まあ一応狙いの選手確認しておきます。阪神 とりあえず最初 A ランクいきますんで、 A ランクは今回やっぱ追加されたエドワーズ選手、ここまだエドワーズ選手は1枚も持ってなかったんでね、もちろん持ってないんでね、 S ランクももちろん持ってませんので、まあ、とりあえず今のうちに、エドワーズ選手の A ランク、いっぱい貯めておきたいなと思ってますんで、エドワーズ選手だけを狙いに行こうかなという感じですね。あとまあ梅野選手とか岩崎選手とかね、高山選手も2020シリーズ1の A ランクまだ取れてませんけどね、何枚かは2019のシリーズ2の持ってますんでね、まあ今回はちょっとエドワーズ選手だけをちょっと狙いたいなと思ってます。まあなかなか難しいと思いますけども、はい、とりあえず A ランク自チーム契約書3回いきます。それではどっから、まあ、上からもいきますね、誰でもいいんで。はい、この5名でいきたいなと思います。エドワード選手狙います。お願いします、来てくれ。さあ一発目からいきなり来い。さあ誰来る、来い一発目。おお、糸原選手。はい、糸原選手もね、まあ、結構 A ランク持ってます。はい、残念ですけども、はい、それでは2回目いきます。これ、ああ危ない、3、4、5枚。はい、エドワーズ選手お願いします。さあどうでしょう。エドワード選手お願いします。うーん、大山選手、まあ大山選手も、称号用の名前かもってます。はい、んー、なかなかやっぱり難しいですね。はい、最後3回目いきます。はい、この5名ですね、エドワード選手来てください、お願いします。来い、サード来てくれ。おお、梅野選手、まあ梅野選手はでもそんなに称号まだ持ってる、まあ、何枚かはありますけども、梅野選手はいいですね。はい、
はい、3回やってちょっとエドワーズ選手は出ませんでしたね。はい、続きまして S ランクジジミキサー1回だけですけどもやります。はい、狙うは今回追加されたボーア選手は狙いますね。はい、そうですね、パワー79ということでパワーヒッターということでね、まあ僕の持っている阪神の選手の中でね、なかなか、パワーヒッターは多分1人もいませんので、アーティスト1人ランディーバース選手いますけどもね、パワーヒッターいませんのでぜひ欲しいなと思ってます。 A ランクも、6枚あります。はい、あと今取りに行ってたエドワーズ選手ですね。エドワーズ選手も、持ってませんのでね、まあ、A ランクも持ってないんでね、今そうですね、まあ、とりあえず S ランクを確保してから A ランクまた狙いにも行きたいんで、エドワーズ選手も欲しいかなと思ってます。そうですね、エドワーズ選手とボーア選手狙いです。あとまあ島本選手、梅野選手、近本選手、木浪選手、岩崎選手は、いずれも2019のシリーズ2の S ランクを極めで持ってますんで、まあ、一応継承で、スピリット200上がるっていう感じなんですけどね、まあ、一番欲しいのはボーア選手ですね。はい、それでは S ランク自陣ミキサー1回だけですけどもやりたいなと思います。さあこの5名でボーア選手お願いします、来てくれ。お願いします。さあ、おお、イエスですよ、来てくれ、マジで強化できるボーア選手。ああ梅野選手、まあまあでも梅野選手2020シリーズ1は初めてなんでね、まあうん、まあいい方かなと思います。はい、2020でかぶりはしなかったんでね、まあ一応スピリッツ200も上がりますし良かったかなと思います。はい、ちょっとボーア選手来てくれませんでしたね。まあまあでも十分かなと思います。はいはい、今回はこんな感じですね。まあ A ランク自陣ミキサー3回、S ランク自陣ミキサー1回して、まあ S ランクで梅野選手、このシリーズね、2020シリーズ1初めて来てくれましたんで、まあ継承できるんでスピリットちょっと上がるんでね、200上がるんで良かったかなと思います。エドワーズ選手ね、ちょっと A ランクで自陣ミキサーで3回やってきませんでしたけども、まあまだまだ他球団の A ランク選手いっぱい、ありますんでね、今後もちょっと狙っていきたいなと思ってます。はい、まあ、タワーの方も、6日間のイベントをきっちりやって、望月選手、各戦を望月選手取って、リーグオーダーの方ね、阪神純正だけでやってますけども、リーグオーダーの方強化していきたいなと思ってます。今回はこんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチでした。